続いてはフルーツパーラー小田原のご紹介です。八戸市内丸に店舗があるこちらのお店、実は先ほどご紹介した時空と同じ小田原バンリングループです。厳選された旬のフルーツをふんだんに使った洋菓子が多くの地元の人たちから人気を博しています。旬のフルーツを仕入れている青果店と、青果店と一緒に入っているパーラーが、旬のフルーツを使ったパフェやケーキをご提供しております。ショーケースにあるケーキであったり、店内用のメニューもありますので、そちらから旬のフルーツを使ったパンケーキであったり、パフェなどをお選びいただけます。で、現在だと11時から10、ラストオーダーが17時となっております。まず一つ目はブドウのタルトです。サクサクの生地に今が旬のブドウをトッピングしたフルーツタルトになってます。カスタードと生クリームと旬のブドウの甘みと優しい酸味を味わえる一品です。フルーツパーラー小田原さんではブドウを使った商品を今おすすめしているということで、こちらのブドウタルトをいただきたいと思います。ぶどうがとってもジューシーで美味しいです。こちらの下のクリームも甘すぎず、ぶどうと合わせてもすっきりと食べられます。2つ目は、ぶどうパフェといって、旬のぶどうをふんだんに盛り付けたパフェでなっております。ぶどうゼリーとぶどうアイスも一緒にご堪能できるパフェが9月末までの販売となっております。で、10月1日からは秋果実パフェといって、秋の旬の、和梨であったり柿、あとさらにぶどうですねをトッピングしたフルーツパフェとなっております。では続いてこちらのぶどうパフェをいただきたいと思います。フルーツパーラー小田原さんでは生クリームもそうなんですが、ぶどうゼリーも手作りでこだわっているということなので、早速食べてみたいと思います。旬のフルーツを使ったケーキやパフェもお持ち帰りいただけますし、イートインスペースで召し上がっていただいた後に気に入ったフルーツがあれば青果店の方でもご購入いただけます。スーパーなどでは、見かけない珍しい品種のフルーツなども取り扱ってますので、ぜひご気軽にご来店いただけたらと思います。よろしくお願いいたします。フルーツパーラー小田原は午前9時30分から午後7時まで営業しています。イートインコーナーは午前11時から利用でき、ラストオーダーは午後5時となっています。フルーツを目いっぱい頬張るスイーツコレクションをぜひご賞味ください。